こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はですね、昨日の東京高専に引き続き、栃木の小山市にある小山高専ですね、の、募集要項、令和2年度版の募集要項を見ながらお話を進めていこうと思います。で、昨日も申し上げたんですけれども、最新の募集要項をぜひ確認していただいてですね、最新のものを基準に考えていただければと思います。で、昨日の東京高専の推薦っていうのは、内心的にだいぶきついよねっていうお話を差し上げました。で、じゃあ他の高専ってどうなの？の代表例ということで、小山高専を選んできました。で、埼玉県からだと、都内に通うのよりも小山だとだいぶ近いと思いますので、特に私の住んでいる地域、埼玉県の東部地区から考えると、小山はだいぶ近い、通える範囲っていうことになってくるかと思いますので、一番最初に候補に上がるのが小山になるのかな。で、次が東京で、それ以外ってなると通えなくなっちゃうよねっていうところになってくるのか、あるいは、埼玉県の、中心部ですね、大宮だとか浦和だとか、さいたま市の中央部に住んでいる、お子さんだと、高崎線を使って群馬っていうことも考えられるのかなっていうところになってくるかと思います。で、ちょっと話が脇道にそれちゃいましたけれども、募集要項の方に戻って、お話をしていこうと思うんですけれども、東京の方はだいぶ厳しい基準で推薦の、条件があったんですけれども、小山の方はそういった基準は一切書かれていません。ですので、願書を提出して、学校からの調査書っていうのを添付して、で、今通っている中学校の学校長が作成した推薦書、あとは志望調書、こちらは本人が書かなきゃダメです。で、これを、入学検定料16,500円と添付をして、で、申し込めば、誰でも推薦の、受験をすることが可能になります。で、選抜方法なんですけれども、東京の方は内申点でプラス面接でしたかね。で、小山の方は小論文と面接っていう形になってきますので、この小論文についてはしっかり練習をしておく必要が出てきます。とはいうものの、400字から600字っていうことですので、学校でよく使う400字詰めの原稿用紙、あれに1枚から1枚半書ければ、十分、小論文には対応できると思います。で、書く内容もですね、アドミッションポリシーに即したものっていうことになっていますので、こちらをしっかり読んで、で、書く内容っていうのが自分の意見をまとめるっていうことになっていますので、アドミッションポリシーに関するテーマについて自分の意見をしっかりまとめておいて、で、小論文を書く練習をしておいていただければ、それほど大変な準備が必要っていうことにはならないんじゃないのかなと思っています。ですので、もし高専を第一志望にして、で、東京のような、厳しめの推薦でなく、合格を勝ち取りたいよっていうことであれば、小山は一つ候補に上がるんじゃないのかなっていう感じがします。で、合格発表がですね、1月24日っていう形で、新年明けて早々に合格発表になりますので、要は試験日が1月18日、ちょうど共通テストとかぶるような日程であって、そこから1週間経つか経たないかぐらいですよね、24日だと、には、合格発表という形になってしまいますので、推薦で合格、高専の合格が取れればですね、そこで受験はおしまいということになってきます。
ですので、お子さんにとってもその辺はちょっと嬉しい話になるんじゃないのかなっていう感じがします。で、合格通知を受けると入学の確約書っていうのを提出しなければいけません。これが1月31日までっていうことになってきます。で、確約書を提出して、でそれでも行かない子っていうのがきっといるんだろうなっていうのが、想像できるので、そこはぜひ注意をしてください。で、それがちょっと一つ飛ばしになってしまいますけれども、入学手続き日っていうことで、合格者は入学に要する、諸手続きを行いますので、当日この日はですね、受験票を持参して、出校、要は登校しなきゃいけないですよ。で、登校しない人は入学手続きをしないっていうことで、入学の許可を出しませんよっていうことになっています。で、この日程がやらしくてですね、そういうこと言うと怒られちゃうかもしれないですけれども、栃木県中学校以外のものっていうところで見ると、3月の4日とかっていう形で、多分埼玉県の県立の受験日に近い日程、例年だとほぼ被せるような日程になってきますので、ここで入学の誓約書、確約書を出して、で、埼玉県の県立高校を受けて、で、県立高校に受かったら、高専の推薦は蹴飛ばそうっていうことができないような仕組みになっていますので、そこはまあ推薦ですのでね、あまりアコギなことはせず、推薦で合格したらそのまま順当に入学するっていう方向で考えていただければなと思います。で、ちょっと話が戻って、この8番なんですけれども、推薦を申し込んで不合格になった場合、一般受験も受けたいなってなる場合もあると思うんですけれども、その時注意しなければいけないのが、あらかじめ入学願書にまた受けますよ、一般受験も受けますよって書いた人だけ受けられるっていうことになりますので、推薦も一般受験も両方受けるっていう場合は、そういう気持ちがあるのであれば、推薦を申し込む時点で一般入試の方も受けるっていうことを書き込む必要があるようです。ですので、これをしっかり書かずに推薦だけ申し込んで、また一般入試の方は後から考えればいいやなんて考えていると、受験チャンスを逃すことにつながりますので、ぜひ注意をしてください。で、一般入試の方なんですが、まあ、これは以前お話ししましたけれども、高専の入試問題っていうのは、全国共通の、同じ問題が出されますので、マークシート方式なんですね。で、こちらは、それほど心配しなくてもいいと思います。しっかり学力をつけていれば、マークシート方式に、対する慣れっていうのは中学生あまりやったことがないと思いますので、その部分の慣れっていうのは必要かもしれないですけれども、過去問をしっかりやり込んでいただければ十分なんじゃないのかな、それに必要な学力をしっかり今の段階からですとつけておいてねっていう話になります。で、プラス小論文ということなんですけれども、小山高専の場合で、こちらも先ほどと同じですね、アドミッションポリシーに即したものについて自分の意見を400字から600字っていうことですので、推薦の準備をしたお子さんは、こちらはまあそれほど気にしなくても、時間がある分だけ、推薦が終わって一般入試まで時間がある中でですね、もうちょっと磨きをかけていただければ大丈夫なんじゃないのかなと思います。で、受験科目、東京は社会がないよなんていう話ありましたけれども、こちらは5教科全部あって小論文があるっていう形で、朝の9時半から、夕方16時40分まで、しっかり1日、テストをしなければなりま受験しなければいけませんので、そこは注意をしてください。
で埼玉県の受験者がまあ立地的に多いんだろうなっていうことが予想されるのが、受験会場が埼玉会場っていうことで、大宮に用意されるようです。ですので、こちらはですね、埼玉からの受験者が多いっていうのを高専側も理解しているので、先ほどの推薦のこの話ですね、埼玉県の県立の、受験日に近い、あるいはかぶせるような日程で、入学手続きの出向日っていう、要は学校に登校しなきゃいけない日っていうのを設けていますので、そこは注意をしてください。で、通いやすい、高専っていうことで、埼玉からですね、通いやすい高専っていうことで一番、まあ、第一候補に上がる学校なんじゃないのかな、そんな気がしています。ぜひこの辺ご興味があるようでしたら、ぜひパンフレット等取り寄せていただいて、あるいは説明会に行っていただく等々で、候補に考えていただければなと思います。で、まあこれはレベル帯の話なんですけれども、レベル帯としては理数科にしっかり興味があって、で、しっかり学習できるお子さんで、内申点的にもそんなにひどいことがなくてっていうことであれば、十分受かる可能性はあると思いますので、ぜひここからですね、しっかり準備をしてっていただければ、一つですね、県立以外の道っていうことで、まあ、選択肢が増えるということにつながるんじゃないのかなと思っています。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。